今日はエビ2本入り天丼、これちょっとだけこのマヨを入れてます。天丼にちょいマヨ、僕結構好きなんです。邪道ですけどね、はい。あと札幌一番塩ラーメンです。はい、かき玉で一玉でネギです。食べたいと思います。さて食べよっと。今日も暑いな。食べよう。あ、はい、どうも立松協会でございます。というわけで今日は天丼と札幌一番塩ラーメンです。もうちょっと前いけるな。よし、胡椒かけよう。今日ちょっとね、トイレ工事はね、この後来るんで、早めに食って、早めに出すもの出しとかないといけないんで、12時ぐらいです、ただいま。12時半ぐらいかな。で、こっち、天丼には唐辛子。マヨと。というわけで、いただきます。ああ、やっぱしうまい。冷やしより絶対あったかい方がうまいと思うわ、やっぱ塩ラーメンは。うん、高くて、あ、ちょっと待って、ほんのピッとピッ、これぐらい。この醤油がね、効くんですよ。うん、うん、とりあえずちょっと普通に食べよう。エビから食いたい。うん、おいしいです。冷凍のエビです。てか全部冷凍です、これ。いくら、まあ、ご飯も冷凍ですけどね。うん、うまい。自分の場合、ご飯の上に刻み海苔乗せて天ぷら置いて天丼のタレかけるんですけど、前も言ってたんですけど、だいぶ前かな、めんつゆ、海苔、マヨ、この組み合わさったね、味がうまいんで、マヨ入れると大好きなんです。まあ一回一食無駄にするぐらいの勢いでやってもらえればいいかなと思います。うん、天丼にちょっとだけマヨ。うん、あと七味ね、うん、七味っていうか唐辛子。まあ、暑いですね。もう週末、もう来週から皆さんお盆休みじゃないですか。来週末から山の日もあるし、山の日のおかげで休みが、お盆休みが数日早くなってますよね。
一般的に今までの盆休みって13、14、15とかあるの14、15、16とかあるの、今年のこの間、昨日、一昨日ね、ライブしてて、うん、今年のお盆5日、お盆休み5日しかないとか言って、言って短いみたいな感じだけど、5日なんて俺休めねえもんな。5日なんか休めば超ラッキーなんですよ。正月ですが1週間休めるか休めへんから、ね、5日の休みなんていいよな。正月は 1週間ぐらいか休めて、うん、暑汗ばむわ。エアコンつけても汗ばむ。今日暑いわ。トイレ工事も来るからさ、室内やしさけどさ、トイレなんてエアコン効かないやん。工事の人かわいそうやしさ、まあせめて思って窓開けて、ドア開けて換気扇回しといたけど、暑いやろな。まあだけどトイレって基本的に涼しいところにあるから、家の中でも日陰に、うん、最近救急車の音やっぱよう聞くよね。熱中症が多いんか。うちの娘の朝も昨日運ばれたりとか、点滴打って帰ってきたりとか。気つけなやばいよ、うん、エアコンつけた方がいいで絶対。
丸一日つけようが100円200円ぐらいの差やと思うんで、ジュース1本我慢して、ジュース1本、缶コーヒー1本ぐらいね我慢して、エアコンのねガンガン効いた部屋で、バテない。まあだけど25度とかね以下にしているとさすがにちょっと電気代かかりすぎかもしれない。うちなんて朝起きて27度とか28度でもう夜中の12時までつけっぱなしですわ。それでもだって言うほどわからんかったもん、電気代の変化。というわけで、パテモス協会、汗だくなりながら天丼と札幌一番塩ラーメン食べました。さあ、今日から新しいトイレになります。皆さん夏バテ気つけて明日からの週末楽しんでください。ごちそうさまでした。